こんにちは、秋坊こと秋広です。今日はですね、ホームベーカリーで抹茶の食パンを作ってみたいと思います。では早速やってみましょう。はい、材料はこんな感じですね。今日はもっちりふわふわな食パンを作りたいと思いますんで、強力粉だけを使います。強力粉とバター、砂糖、塩、グリーンティーの素、お湯とお水、ドライイースト、これだけですね。では早速やってみましょう。はい、ではまずはホームベーカリーに小麦粉の強力粉ですね、これを入れます。こんな感じですね。これと砂糖と塩ですね。そこにバターを入れてください。こんな感じですね。あとはドライイーストを入れて、あとはグリーンティーの粉をお湯とお水で溶いたやつをこうして入れていけば準備は完了です。ではあとはホームベーカリーにセットして調理開始。はい、今混ぜてますね。ちょっと見てみましょう。こんな感じです。もう少し待ってみましょう。はい、だいたい10分経ちましたね。ちょっと中を覗いてみましょう。こんな感じですね。いい具合に緑になってますね。これが炊き上がりが楽しみですね。では楽しみに待ってみましょう。はい、だいたいこれで30分経ちましたね。ちょっと中開けてみましょう。こんな感じです。だいぶ混ざってきましたね。相当な緑の色ですね。これが焼き上がりが楽しみだわ。じゃあ閉めてみましょう。はい、今で1時間弱経ってますね。今ちょうど発酵中ですね。ちょっと中覗いてみましょう。こんな感じです。どんどん大きくなっていくんでしょうか。楽しみですね。はい、今で1時間45分経過したところですね。ちょっと中見てみましょう。こんな感じですね。だいぶ発酵が進んできて生地が膨らんできてますね。もう少したら焼きに入るんでしょうか。もうしばらく待ってみましょう。はい、あと30分の表示が出まして、今2時間10分経過したところです。そろそろ焼きに入ってるような感じですね。あったかくなってきてます。じゃあちょっと中を覗いてみましょう。こんな感じです。すっかり緑のパンになってますね。あと30分したら焼き上がりが楽しみです。ではもう少し待ってみましょう。はい、では出来上がったようです。蓋を開けてみますね。こんな感じです。ちょっと緑が薄くなっちゃったような感じですね。では取り出してみましょう。よいしょ。はい、こんな感じですね。よし。こんな感じですね。ほかほかです。では早速切ってみましょう。おー、ほかほか、柔らかい。こんな感じです。緑のパンです。熱い、熱い、熱い。こんな感じに仕上がっちゃいました。もうプルンプルン、柔らかい。本当に柔らかいです。はい、ということで出来上がりました。こちらが緑の食パンですね。こんな感じです。すごい持った感じが柔らかいんですよ。もうポニョポニョ、見てください。これ
まだほかほかであったかいの、これちょっと食べてみます。うん、もちもち、おいしい。グリーンティー使ってるから、ほのかにグリーンティーの甘さもして、パンの甘みもしてて、すんごいもちもち。これ絶対皆さん好きになりますよ。ぜひとも皆さんも作ってみてください。っていうことで、本当にこれ美味しいです。焼きたてかも分かりませんけれども、ふかふかでほんのりグリーンティーの味がして、むちゃくちゃあの柔らかいで、本当にパンっていう感じで、これは多分皆さん好きになるんじゃないですか。やってみてください。ということで、本当に柔らかくて美味しいです。あっという間に食べてしまいます。緑のパンです。柔らかくてもちもちしてます。皆さんもホームベーカリーでぜひともこの緑の食パン、グリーンティーを使った、抹茶の食パン作ってみてはいかがでしょうか。ということで、皆さん、コメントの方と、高評価、それとチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。ではさようなら。